はい、こんばんは、めいやです。ですね、ちょっと、話したと思うんですけど、自分に、ちょっと肺がんの疑いがあるということで、一応ですね、今から1ヶ月後ぐらいに、再検査をして、その結果で、実際、もうがんなのか、そうじゃないのか、っていうのがわかるんですよね。それでですね、再検査、CT の再検査って感じなんですけど、それを行うまでの1ヶ月間、ちょっと禁煙しようかなと。で、今まで自分はですね、もうかれこれ25年以上の間ですね、ずっとタバコを吸い続けてるんですよ。もうだいたいだから、高校3年生の夏休みには吸ってたと思うんですよね。それからもうずーっと続けて吸い続けてるんですよ。で、一度も今まで禁煙なんてやろうと思ったことがないんですよね。それでですね、ちょっと、もうこれがもう最後の機会みたいな感じなんじゃないかなとか思ったりしてですね。最終検査までの間1ヶ月間、ちょっと禁煙しようかなと思ってます。そしてですね、今現在ですね、実際にもうタバコはですね、最後に吸ったのが、一昨日の夕方なんですよ。だからもう1日半ぐらい経ってますね。もう禁煙できてるんですよ。で、その間はですね、一応ここに、こういった禁煙パイプがあるんですけど、これはですね、ちょっと、一時期その動画の編集なんかをやるときにタバコの本数が増えてたから、ちょっと本数減らすために買ってたようなやつなんですけど、これがちょっと今、これを使ってですね、ちょっと、タバコを全く吸わずに、1日半来てます。でも大体ですね、禁煙って3日目ぐらいがきついっていうし、あと1週間ぐらいはその禁断症状が続くってことなんでですね、できればですね、ほんと一本も吸わずに、1ヶ月、禁煙できたらいいなと思ってます。というわけでですね、ちょっと、この後に及んでですけど、禁煙を始めたっていう、そういう話でした。それで。ふぅ。はい、こんにちは、めいやです。ですね、禁煙もですね、順調に、順調にって言ってもまだ5日目なんですけど、タバコをやめてますよ。で、やっぱりですね、5日間経つとですね、もう5日間っていうか、そう、5日間って大した時間じゃないような気がするんだけど、5日間ですね、禁煙するとですね、本当に、味覚と嗅覚に関してはですね、もう回復してきますね。それがもう明らかに分かってきます。特にですね、その、味覚に関してはですね、今まで食べてた、そのコンビニの弁当なんかもですね、こんなに味が濃いかったのかって思うような、その味がもう明らかに違うんですよ。もう飲み物なんかでも味が違うですね。そしてまた匂いなんかも、その嗅覚に関してもですね、その匂いっていうのでは、そうですね、自分がそのタバコを吸い出す前、その10代の頃ぐらいに、嗅いだことのあるような、懐かしい匂いなんかが、風に乗ってふわっと感じたりする時があるんですよね。では、この匂い懐かしいなとか、思ったりするような。そんな感じで、とりあえずその味覚と嗅覚が、これが正常なのかっていう、そんな感じがしてますね。とりあえずですね、その、今禁煙してるんですけど、目標は1ヶ月なんですよ。その1ヶ月後のその検査の、結果ですよね。もう最悪の場合1ヶ月後に肺がんが確定してしまう可能性があるんで。そうならない。そうなった時のためっていうのもあるんですよ。治療する上で、やっぱりもう肺がんの治療なんかになるともう絶対に禁煙しないといけないと思うんでですね。もう、それでもちょっと、もう保険じゃないですけど、早めの禁煙をするっていう。そういうので、ちょっとやってるっていうところもあるんですよね。だからですね、ほんと1ヶ月後に何事もなければ、ほんと一番いいんですけどね。というわけで、とりあえず1ヶ月はもうなんとか、タバコを吸わないで、
頑張っていければいいなと思っています。それではまた。